こんにちは。日本のマスコミではあまり報道されていないだけど知っておくべき世界のニュースを分かりやすく解説するコーナーニュースチューブです。世界の経済や株価 FX に影響を与えそうなニュース、また世界の平和を脅かすようなニュースの表話とたまに裏話もお届けします。はい、今回はですね、このウクライナ戦争の裏で、というかこのウクライナ戦争を利用してアメリカの投資銀行2つと中国の大企業たちがなんとロシアの国債とロシア企業の株を今買いまくっておりまして、ボロ儲けしようとしているという超ヤバい裏話です。悪いな。というのもですね、日本のマスコミなどは、ロシアに対してね、いろいろな経済制裁とかスイフト排除などやっているためロシア経済が崩壊するのではないかっていうようなね報道してますけども、それは大嘘です。実際問題としてですね、ロシア経済が崩壊したら一番困るのはもちろんロシアなんですけれども、同じぐらい困るのが実はアメリカと EU の金融諸国も超ヤバいことになりますんで、これですね、実はロシアに対する、ロシアの国に対するものとかロシアの企業に対する、リーマンショックの時によく出てきた CDS っていうのが今も大量に発行されてるんでね、アメリカとかイギリスの企業が。おうおう。ってことはロシアが崩壊したらアメリカ企業も崩壊するんです。おお、そんなや、リーマンショックの時、後で詳しくやりますけど、リーマンショックの時一番やばかったのはこの CDS っていう金融商品なんですけども、詳しくね後で解説しますけども、これはロシアに対しても今も大量にありますんで、デフォルトとかした瞬間も欧米の企業も道連れになりますんでね、巻き込まれるんで、そんなことは逆に言うと絶対に起きないだろうということで、このアメリカ企業の投資銀行とか中国企業はロシア株を頼りに買っているということですね。そういうことがいろんな角度から判明してきましたので、そのあたりも含めて詳しく解説させてください。はい。そしてですね、もっと深掘りしていくとですね、神尾 TV ではずっと一貫してですね、例えば A という国と B という国が戦争するとき、その A と B の上にいるこのは同じ人物、同じグループっていうことを言ってきましたけども、今回もそんな匂いがちらほらとしてきました。なるほど。戦争というのはですね、戦争ビジネスって言われるくらい超絶に儲かるもんであって、その一方でね、一般市民がいつも犠牲になっています。大金持ちたちはますます大金持ちになって、そして自分たちは到底戦わないから一番安全な場所にいて、大金持ちになっていくだけ、より大金持ちになっていく、で一般人は貧乏になるどころか命を失うってことになるわけですよね。このような日本のマスコミなどは一切報道しない、でも根拠のある真実である今回のような超ヤバい裏話を、少しでも多くの方に届けることで、一人でも多くの人が戦争ビジネスの実態に気づいていただいてですね、本当の意味での世界平和を実現するために一生懸命これからお伝えしていきたいと思います。またですね、おまけコーナーではアメリカのヘッジファンドとかね、超大金持ちたちはロシアのウクライナ侵攻の日をなんと事前に知ってました。おお、そうなの。なのでもう自分のお金逃がしてましたっていうことも発覚しましたんで、そういう裏話もしたいと思います。日まで分かってんねや。ぜひ最後までご覧ください。ではね、その本題に入る前に一つだけ神尾 TV からも重要なお知らせをさせてください、今まで神尾 TV ではコロナに関連する日本のマスコミが報道しない情報とかですね、今回やるようなヤバすぎる裏話出てたんですけども、それやったらダメということで YouTube さんに怒られました。ああ、だいぶ怒られましたよ。コロナに関してはですね、マスコミが言ってるような、ある意味もうオブラートに包まれたいい子ちゃんのことしか言っちゃダメ。そうですね。その反対意見とか一切 YouTube で言うなっていうね、なんと規約ができてしまいました。規約なんでしょうがない。なのでコロナに関して自由に発言できなくなりましたので、言論統制されてますんで、今は別の動画サイトで最新情報をお届けしております、YouTube で内容がやばすぎて消されてしまった動画もあるんですが、そちらの動画サイトで復活させております、メルマガでのみ動画を見る方法をお知らせしてます、YouTube で本当にこれ以上言えませんので、大切な情報を見逃さないためにもまだの方はぜひメルマガを登録しておいてください。動画概要欄にリンク貼っております。お願いします。もちろん一切費用はかかりません。完全に無料です、そしてその消された動画の内容は絶対にあなたに知っておいてほしい情報です。特に女性の方には必ず一度見てもらいたい内容となっております、ちょっと面倒くさいんですが、 YouTube の規約の関係で YouTube ではリンクもお知らせできないという決まりになっておりますので、お手数をおかけしますが、メルマガの登録をよろしくお願いいたします。お願いします。ではね、早速本題に入っていきたいんですけれども、まずですね、実際の動きとしてはですね、もうおなじみ、
みんな大好きゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーが、そういうロシアの株を買っていることが分かりました。あら、ゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーはですね、ロシアのディストレスト債券っていうのを買ってます、うん、これはどういうものかというと破綻もしくは破綻間近な社債や株のことです。ほう、だから今はもうロシアもね株が大暴落してるんで、うん、もう言うたまあ言うたらゴミ株になりそうな値段なわけですよね、うん、破綻そうなわけですよね、うん、そういう株とか社債 をデストレスト債券っていうんですけど、うん、そういうのを買いまくってると。じゃあパッケージ商品みたいなのがあるんですね。まあもう株のこと、一個株のことね、そういうのを買いまくってると、うん、特にですねガスプロム、はい、ガスプロムっていうのはロシアの天然ガスをもう独占してる企業ね、うん、ここもだいぶ株価下がっててもう破綻の株価なんで買いまくっていう。ガスプロムが買えるの、そんな値段で、うん、ロシアの鉄鋼メーカーのエブラズってところとか、うん、ロシア鉄道っていう、まあ、ロシアの鉄道資金っていうところとかの社債をめちゃくちゃ買ってることが判明しております。なるほど、まあ、今回の下げぐらいでは壊れ損にない会社っていうことですね。まあ、でも一応ディストレスト債券ってもう破綻する倒産するような間近なんで普通は買わないんですよ、うんうん、リスクありすぎるから。でもそれをもうめっちゃ買ってると。へえ、まあ、いわゆる破綻証券を狙うハゲタカってことですよね。昔の言葉っていうか日本語的、うんうん、日本っぽい言い方で言うと。なるほど。そしてですね、うん、そういえばゴールドマン・サックスがモルガン・スタンレーやったらまあね、いつもやっとるんで、うん、まあまあか神の TV をご覧の方もまあやるやろうなと思ってる方多いかもしれないですけどなんと今回はですね、うんうん、アメリカの超大手の年金も買ってます。いや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 、なんかあかんやろそれ今ロシアに投資するっていうのはいわゆるもう投機なんですけど、うん、なんとアメリカの一部の超大手年金基金もロシアへのポジションを増やしてます。いや経済制裁してるのに、うん、アメリカからお金がいかんようにしてるのに、うん、そんなことしてるの年金が儲かってる。ダメだろだから言ってるじゃないですか、うん、いつもこれもやらせだから、ね、やらせだからね、うん、でもっと言うとアメリカの年金がねロシアの株を買うってすごいじゃないですか。すごいですよ。これ絶対本気で経済制裁で潰す気ないってことですよね。ないですね。だってもう一回言うけどアメリカの年金ってことはおじいちゃん将来のおじいちゃんおばあちゃん言うたら将来の自分かおじいちゃんおばあちゃんの時のための資金を預かっているところが、うん、ロシア株今買ってる、はい、ってことはアメリカ政府もそのことが分かってる、うん、じゃあアメリカ政府が本気で経済制裁する気なロシアを潰す気な安全って分かってるから年金買ってるってことですね。そうですね、うんうん、そんなもん分かったら大問題になりますからね、うん、後でもしロシアが破綻してしまったらね、うん、そうそうそう、うん、だって年金払ってる側からしたらロシアに投資してたから帰ってこう年金もらわれへんってなりますからね、うん、なりますよね。そんなリスクが絶対取らないのは年金のはずなんですけど、はい、買い回ってます。あら、これはもう硬いなさらにですね中国の大手銀行とか大企業も同じくロシアのディストレスト投資を始めております。具体的に言うとですね中国石油天然気集団、まあ、CNPC ってところとか、うん、中国石油加工集団、中国アルミニウム、うん、中国五鉱集団といった、まあ、国営の巨大、うん、企業がですね、うん、同じくガスプロム、ロシアの有名なアルミメーカーのルサールってところとかいったところの、うんうん、まあ、これどっちかというとロシアの巨大エネルギー企業ですけど、うん、の株を株とか社債を買いまくってると。へえ、まあ、中国が買うのはね、うん、まあ、分かりますけどね。分かります。まだまだ、うんうん、なん、うん、だってその今回もガス買うでいう契約とかしてたじゃないですか、うん、制裁にも加わらへんし、それはまあ分かるけど、うん、アメリカはあかんやろ言うてなりますよね。まあね、バイデンさんとかもう先頭に立ってロシアは許さんって言ってるんですけど、うん、その企業はいっぱい株買っちゃってる。なるほどね。まあ、もちろんロシア国債とかも買っちゃってますから、ね、あ、なるほど。実際問題としてですね、中国はエネルギーとか食料っていうのはかなりロシアから輸入してました、うん、なので今回ウクライナ危機をきっかけにですね、まあ、言うたらだいぶ言うたらもうむちゃくちゃ割安になってるんで、うん、今のうちにエネルギーとか食料関連のセクターに投資して、うんうん、まあ、支配力を強めようじゃないかっていう狙いがと見られております。なるほど。実際ですね、中国石油天然気集団ってところはですね、ヤマル LNG プロジェクト、まあ、ロシア その天然ガスパイプのところのプロジェクトの株 20% ぐらい持ってるんですけど、うん、この持ち分を増やして発言力を増やそうとしていると今言われております。なるほど。アメリカと中国では様相が違うんですけど、アメリカ企業はもう単純に 100% お金儲け、うん、中国はちょっとロシアの企業に入り込んで、うん、支配力を増やそうという感じですかね、うんうん、なるほどなるほど。ということでね、投資してます。ほんまやん、すごいやんスイフト排除とか言ってるんですけどね。ね、うん、それはまあ目くらましなわけですね、うん、結局ね。では次にですね、なぜ
ロシア企業の株価はここまで暴落したのかというのを見ていきたいんですけども、はい、その理由はもちろんね、戦争を仕掛けたことがもちろん大前提です、うん、大理由です。戦争ということでリスクオフの流れからロシア株を売る動きが世界中で出ました、うんうん、またロシアに対してですね、戦争はけしからんということで、さまざまな経済制裁がやられてるんで、ロシアの株価も下がりました、うん、さらにもう一つ言うとですね、ロシアの信用の格下げが行われたっていうことも株価暴落した理由になっております。あ、うんうん、例えばこれ撮影日現在で言うとですね、格付け会社ムーディーズはですね、ロシアのソブリン債の格付け、ソブリン債というのはもう国の、国債みたいなもんですけども、はい、の格付けを今まで B3 だったのを CA まで格下げしました、うん、さらにまだまだ格下げする可能性があると示唆しております、うんうんうん、このちなみに CA っていう格付けはですね、ムーディーズのサイトに載っている文章で言うとですね、非常に投機的であり、うん、デフォルトに陥っているか、あるいはそれに近い状態にあるが、一定の元本の回収が見込める債務に対する格付け、ほう、まあデフォルトしてますよね、でもまあ一応回収はできそうですねっていうぐらいの格付けってことです。だから僕の最悪ランクってことですね。おお、もうその1個下が C、 これはもうか、これはデフォルトっていうことなんですから、おその1個上ぐらいなんですけども、じゃあもう大バーゲンセールっていうことですね。まあそうですね。でこの CA 格付けはですね、もし万が一デフォルトが発生した時に、うん、それを持っている側の損失が 35% から 65% って予想されるってことも意味してます、うんうん、だからもうほぼリスクしかないんですけども、うんまあ、そんなところまで格下げしました、うんうん、同じくフィッチレーティングス、またムーディーズと違うフィッチってところも、まあ言うたら同じような動きで格下げしております。なるほど。という話だけ聞くとですね、ロシアはウクライナに侵攻したんで格下げされるのも当然だという話になるんですが、もちろんそれはその通りなんですが、でもその考え方は完全にミスリードされております。なぜならですね、今までお伝えしてきたニュースの点と点をつなげていけば新しいことが見えてくるんですけども、ロシアの格付けを思いっきり下げてロシア国債やロシア株を大暴落させたのは、今お伝えした通り格付け会社です。これはイコール全部アメリカとイギリスの企業。ほんまや。またロシアに対して経済制裁したのもアメリカ、EU 諸国という国政府、うん、そして、まあ、さらにそれに追い打ちかけるようにロシアはけしからん、経済制裁すべきだって煽りまくったのはアメリカと EU のマスコミ、うんうんうん、そして一つ目のニュースでご紹介した通り、そこまでマスコミが叩きのめして暴落させ、格付け下げて暴落させ、うん、経済制裁して暴落させ、そんな大暴落したロシアの株や社債を爆買いしているのもアメリカ企業とかアメリカ年金ということです。わあ、もう言うたら自作自演的な。みんなセットでね。ねえ、ますね。すごいね。そしてね、もう神尾 TV でずっとお伝えしてきたように、大手格付け会社の株主も、ね、アメリカ政府に大量の政治献金をしているのも、うん、ゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーの株主も、アメリカのマスコミの株主も、うん、みんな同じ人物、みんな同じグループなんですよ。ほんまや。もうだいぶ違和感を感じてきましたよ。ですね。そろそろ。なのでね、グループの、このグループの一人が暴落させて、うん、違うメンバー、グループの違うメンバーが超絶に安くなったとこを買いまくる、うん、そしてまた同じメンバーで今度上げさせる、上げさせてみんなでわーいって、うん、っていうのが、ね、うん、一つの戦争ビジネスっていうことですね。なるほどね。ロシアもですか、うん、お？ロシアも加担しているのですかっていうことですか。あ、そうそうそう、あ、仲間、仲間うちなの、まあ、これはね、別の動画でまたご紹介したそのリンク貼っておきますけど、うん、ロシアはですね、原油とか天然ガスを大量に持ってますけど、うん、今天然ガスも石油も爆上がりしてますよね、うん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 、じゃあ儲かりますよね。 あと金も大量に持ってるんで、金も爆上がりしてますよね、はい、で天然ガスはもうこんだけ殺害がもう引いた2週間以上経ってるから止めてるでしょって思いきや、まだまだドイツに売ってますからね、売ってますか、普通にドイツに。アメリカは石油も天然ガスも買わんって言ったんですけど、当然昔今まで一回も買ったことないくらいぐらいの意味で、ね、買わんって言ったんですけど、ドイツは買うって言ってますからね、もう全然買ってるんで、つまり天然ガス戦争でめっちゃ上がってるのをドイツは買って、ドイツの他のいい情報も買ってる国いっぱいあります、うん、ってことは儲かってます、うん、ロシアね、うん、まあ言うてもね、だって天然ガスで暖取ってエネルギーにしてるわけですから、うん、そして、まあ、バイデンさんがね、あんな言うたから、うん、そのもう火力発電とかやめろ言うて、うん、もう世界に言ってるわけですから、うん、まあ、それに従ってみんなやめてたら
ね、ロシアへの依存度が上がっちゃったっていう状態ですもん、うん、もうこれ自体がもう全部お膳立てされてたような感じがしますよね、うんうん、ただ今ロシアはみんな悪という認識あるんで、まだロシアの話はあんまりしたらもうちょっと手に触ってからもうちょっと詳しく言いましょう、落ち着いてから、うん、言った方がいいよねまあちなみにそんなドイツはアメリカからもね、あのロッキードから今戦闘機35機買うことを決定したんで、もうアメリカもロシアもうわうわですわ。なるほどまあこれ一つ目の動画で言った通りの話で、ね、また見てください。うん、でもっと言うと今話戻しますけど、じゃあ停戦合意決めるのは誰か、もちろんロシアとウクライナですけど、当然場合の国もお膳立てしますよね、というかまあ当然話し合いをしますよね、はい、今もフランスとかドイツ、フランスの大統領と プーチンさん話し合ってます、はい、ってことはですね、うん、いずれは停戦合意などすると思われるので、停戦合意するんやったら経済制裁緩めますよっていう交渉条件はありえますよね、ロシア側からですよね、そうですね、うん、で世界のみんなもまあそれあれやけど、まあ平和なるんやいいかですよね、うんうん、世論は。そうですね、これ以上ウクライナの方の犠牲が出ないんだったらまあいいかってなったら、なんか泥沼化してるし、うん、とね、まあなんかぼやもやするけど平和の方がいいかってな、うん、世論をまあマスコミ煽っていったら、うん、制裁緩めればロシア株を、うん、爆発しますからですね、うん、じゃあもう5年とか10年 待たずとも株価が回復するかもしれない、うんうん、まあロシアでいうとおそらくプーチンさんもいっぱい買ってるでしょう。はあ、ね、そうね、こら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 、じゃあ今凍結されてる資金とかも全部解放されるんですか、そのうち。後で言いますけど、凍結っていうのは没収じゃないですかね、凍結っていうことはいつか解除されるそうですね、言葉の意味でね、凍ってるだけですからね、そうそうそう、いつか雪は溶け、雪氷溶けますんで、まあ後でちょっとこれ詳しく説明しますね、うん、そしてね、もっと踏み込んでいえばもっと深掘りしていくとですね、アメリカの投資銀行とか、まあ、年金、中国の大企業がロシアの株を買いまくっている理由は、はい、ロシア経済は絶対に崩壊しないと分かっているからです。お、まあ、さっきから言ってますけど、年金っていうのはもう基本的に一番慎重な投資を行わなあかん、ね、うん、そうですね、集団なんですけども、うん、機関投資家なんですけども、うん、今投機的になってロシア株を買うってことは、これ逆に言えばもう絶対に崩壊しないと分かってるから、うん、買ってるわけですね、うん、まあ、奈良節さんもおっしゃってましたけど、もし崩壊して大損失だったら年金なんで大問題になりますよね。大問題になるよ、国を挙げて、もちろん政権が崩壊するよね、うん、だからそんな普通は絶対もっと安全株しか買わないんですけど、うん、ロシア株を買ってるってことはそういう裏情報があるということね。なるほど、まあ、というのも日本のマスコミなどはね、冒頭でも言いますけど、ロシアに対していろんな経済制裁してるから、あとスイフト排除やってるんでロシア経済崩壊するんじゃないかって言ってますけども、そんなことは絶対ありえません。なるほど、実際問題としてね、ロシア経済崩壊したらもちろんロシアが一番困りますけど、同じぐらいアメリカと EU も金融諸国も超やばいことになるんで、うん、巻き込まれるんで、そんなことは絶対起こさないだろうという事実が、まあ、いろんな角度から判明してます。なるほど、例えばですね、ロシア国債とかロシアの大企業の債権の期限が迫ってて、うん、スイフト排除などもあって支払いができないのではないかと言われています、うんうん、まあ、代わりにプーチンさんルーブで払ったらいいやんって法律作ったりもしましたけども、うん、そんなこと言われてます、うん、ただあれもね、3月16日までとかありますけど、あれ1ヶ月は延ばせるんで、うん、まあ、正確に言うと4月16日とかがデッドエンドになりますけど、うん、まあ、そんなあります、いろいろ表で言われてますけど、でもうちょっと具体的に見てみるとですね、例えばね、先ほどから出てきたガスプロムとか、うん、ロスネフチっていう、まあ、大企業あるんですけども、うんうん、そこでドル建ての債権抱えてるんですけども、今満期の元本消化の支払いが迫っています。だから大量のお金にいるんですよ、うん、なので今払えないんじゃないかと、うん、じゃあ仮に海外の投資家に支払いできなかったらデフォルトになるんですか、そうですね、だからロシアやばいでしょ、だからもうプーチンさんも戦争続けれないでしょっていうのがテレビで言ってるんですけど、そんなわけないかっていう話なんですよ、うん、ですね、どういうことかっていうとですね、ロシアの企業がデフォルトしてもし倒産したとしたら、うん、ね、イメージとしてはね、アメリカとか EU、 当然日本にもそんな影響ないんじゃないの、ガスプロムなんて知らんし、ですね、ガスプロム倒産してデフォルトしたらなんか影響あんの、うん、何もないんじゃないのって思うかもしれないんですけど、それはもう大間違いです、うん、実際にですね、これらのロシアの債権には約4兆1000億円の CDS が設定されております。おー、 CDS クレジットデフォルトスワップっていうんですけど、まあ、神尾 TV でもうおなじみの CDS、うん、悪魔の金融商品って僕が呼んでるやつですね、うんうんうん、まあ、これ簡単に言うとですね、CDS はデフォルトに対する保険商品で、うん、もしロシアの債権、そういう社債とかデフォルトした場合、
その CDS っていう保険を打った保険屋さんは、保険会社はその保険金を払わなければなりません、うんうん、だからめちゃくちゃ簡単に言うと CDS は借金を肩代わりする金融商品ってことですね。まあ、じゃあ例えばですけど、奈良富士さんが支払いに困っていると、はい、借金人、はい、で僕は奈良富士さんの借金に対する保険をは、まあ、CDS をね、誰かゆいちゃん販売しました。でもうこれどうなるかって、もし奈良富士さんが倒産したり、もしデフォルトしたら、うん、奈良富士さんの借金はゆいちゃんが払わないとダメ、うんうんうん、でももし奈良富士さんが何もしなくてそのまま借金返せたら、 CDS の分のいくらかのクーポンがついてるんで儲かる、儲かる、まあ、だいぶ儲かるというのをいっぱい発行すれば、一社潰れたぐらいやったら、まあ他のところの保険金とかあるんで、まあ賄えたりする、まあ、すっごく大雑把に言ったらそういうことね。なるほど。もうこういうデリバティブは説明するとめちゃくちゃ難しいんですけど、まあ、めちゃくちゃ簡単に言ったら借金を肩代わりするってやつです。まあ、それだけ、その企業だけでももちろん4兆円あるんですけども、あとロシアという国に対する CDS もありますし、うん、国債ね、うん、もう他にもいろんな金融商品が乱立しております。まあ、それロシアは関係なく、もう今の世界で全世界でやってね、うん、なのでその一つでもデフォルトして払えないとなって、もしその会社が CDS 設定していたら、うん、CDS を打った保険会社はその例えばガスプロムのデフォルトした借金を肩代わりしなあかんので、うん、損するのは欧米の企業なんですよね。うまいね、うんうん、しかもさっき言ったように4兆円規模に、そこだけでも4兆円規模ですから、はい、そうなればですね、この炸裂すればですね、 CDS を発行した販売会社も吹っ飛びますし、うん、その保険会社に対する CDS を誰か持ってますから、あ、なるほど、 どんどん連鎖倒産していくんですね、うん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 、なのでこれ僕ずっと悪魔の金融商品って言ってますけど、 CDS が炸裂したらもう世界終わるんです。終わるんですね。もうこれもうね、7年ぐらい前からずっと言ってますけど、言ってますね、うん、それがリーマンショックの最大の原因やったんですけど、また来たと。なるほど。まあ、来てはいないけど、そういう仕組みになっとるということですね。もう全部潰れるから全部なしなっていうふうにはならないですかね。まあまあ、もうそれも分からんぐらい潰れていくんです。なるほど。まあだって中国が恒大集団でさえ潰されへん、ね、一社でさえ潰されへんかったのに、うん、そんなロシアなんかがぶっ飛んだらもう世界終わりますね、完全にね、うん、それガスプロムとか大手企業、そしてロシアという国に対して CDS いっぱい発行してるんで、うん、ね、もうそれを欧米みんなの金融機関持ってますから、そうですね、うん、これが実際に言うと今から13年前くらいですかね、リーマンショック起こった時、うん、その最大の問題はこの実は CDS の問題でした、うん、まあ、表向きにはリーマンブラザーズ証券が倒産してサブプライムローンがどうこうって言われてます、もちろんそれも大問題なんですけど、実際本当の問題はもうこのね、紙の手でずっと追及してきましたけど、うん、CDS の問題です、うん、この CDS を当時ありえないくらい大量に発行していたのがドイツ銀行っていう銀行で、はい、もうドイツ銀行は当時ドイツの GDP の何倍ものね、こういうの預金商品発行してたんで、うん、ドイツ銀行が CDS で炸裂したらもう世界終わると、うん、普通に終わるっていうレベルだったと、はい、なのでリーマンショックの時は逆に言うとリーマンブラザーズを潰すことによってスケープゴートにしてそういうのを全部防いだっていうことになってるんですよね、うんうん、それぐらい CDS って危険なんですけども、今回もそういうことに発展するんでリーマンショック再びってことになりますから、ロシア潰したら、うんうん、同じく CDS の問題でね、そうですね、なのでそんなことはしないということです。 CDS 発行した保険会社、 CDS 買ったそのさらにその保険会社で、これもちょっと仕組み難しいんですけど、再保険会社っていうのもありましてね、うん、もう結構複雑な仕組みになってるんで、はい、金融会社この企業ってもうめちゃくちゃつながってますから、うん、1個吹っ飛べば全部吹っ飛びますね、うん、ただもちろん CDS はうまいこと言ってる時にはめっちゃ儲かる商品で、うんうん、13年前ね、あんな世界をもう金融関係者ならみんな知ってますけども、世界終わりかけたんですよ、うんうんうん、終わるやんっていう、おえ終わった諦めドイツ銀行で終わったっていうぐらいまで行ったのに、今何まで売っているということですね。なるほど。そしてそれはロシアにもあるんで、そんなみんな思ってるほど簡単にロシアを潰すことはできないということです、うんうんうん、なので今回も同じような構造でロシア経済が本当に崩壊したらですね、 CDS そしてその他にもいろんなデリバティブ金融商品があるんで、欧米の金融会社も連鎖的に吹き飛ぶ可能性があるということです、うん、そんなことは当然ゴールドマンサックスとモルガンスタンレーを知ってるから、うん、こんだけいっぱい何も考えずにロシアの株買えるわけです。もっと言うと、うん、ゴールドマンサックスとモルガンスタンレーの関連会社が CDS 売ってますからね。ああ、そうですね
いや笑い事ちゃうこれもうね、本当に。そんなことアメリカ政府も EU の各国の政府も当然知っております、うん、だから表向きはウクライナ侵攻したロシア許せないということでね、経済制裁してますけども、うん、このコーナーでも何度もお伝えしてきた通り、やってる経済制裁も全部実際穴だらけ、うんうん、抜け道しかないし、ですね、裏の話をすればですね、本気で経済制裁して本気でロシア経済をぶっ潰したらアメリカも EU も本逆にぶっ潰れるんで、はい、そんなことは絶対にしないということです、うんうん、まあ、例えばロシアへの経済制裁が全然本気じゃない証拠としてはですね、先月もう2月にロシアをスイフトから排除するって決まったんですけど、うん、実際に排除したのはつい最近です、うん、3月12日ぐらい、うんうん、まあ、その間そんなきゃったらロシアもいろいろ手を出ますよね。そうですね、うん、まあ、猶予期間をね設けたんですよね、うんうんうん、なんか普通すぐしたらいいのね。そうですね、うん、ポチッとしたらできそうですもんね。まあ、ほぼポチッとしたらできると思うんですけど、うん、もうだいぶ時間かけちゃう、2週間以上言われたりちゃって、逃げてください言ってるようなもんですよね。そうですね、逃がしてください逃げてください、ね、そして ね、これは七星さんが別動画で解説してくれたんですけども、うん、スイフト排除って言ってますけど、実際に排除されたのはロシアの大手7銀行のグループだけです、うんうん、しかも一番大きいというか、もう1位のね、一番大きいというか、ロシアでもほぼロシアを支配してると言っていいぐらい重要な銀行であるズベルバンクは入っておりません、うん、つまりロシアの1位の銀行はスイフト排除してないと、うんうん、2位の VTB 銀行はですね、うん、これもっと言うとロシアの 30% の銀行は制裁の対象外です、うん、70% しかカバーしてないんですね、うん、先ほど言ったガスプロムが持っているガスプロム関連のガスプロム銀行も制裁に入っており、スイフト排除されておりません、うん、なぜならここ排除したらドイツは天然ガス買えないからね、うんうんうん、だからもう各国の思惑しかない、ほんまや、ウクライナを助けると一応言うてるけど、うん、やってることは自分の利益、国の利益は絶対守ってますから、うん、まあ、そんな感じになってるということ、ね、さらにロシアスイフト使えないですけど、いやいやもういろんな今迂回ルートがあるということも分かってるんで、うん、そうですよね、うん、抜け道はいっぱいあります、うん、そのスイフトがもし完全に遮断されたとて、おそらくロシアをやっていけるような状態作ってると思いますね、うんうんうん、というのも例えば原油って金で買えますからね。ああなるほど、金のやり取りできるし、ロシアの金さんあるしね、うんうん、めちゃめちゃ持ってるしね、無限にあの金掘れるんでまあ、と今で言った仮想通貨も使えるかもしれないし ね、さらにですね、富裕層への制裁もいっぱい発表されてるんですけれども、うん、この撮影日現在でいうと制裁対象になってるのは、うん、ロシアにはですね今100個のオリガルヒっていうのがあります、うん、このオリガルヒっていうのは新興財閥のことですね、うんうんうん、100のオリガルヒあるんですけど、そのうちたった12人だけです。おお、あとの88人は脳制裁。あ、そうなの、今のとこね、そんなのでいいの。あ、もちろん今後増えるかもしれないですけど、うんうんうん、今のとこ12人だけです。さらに言うとですね、サウジアラビアと UAE はバイデンさんが出ましたけど無視して、まあ、無視した人は無視した人はあれですけど拒否してね、うん、さらにロシアをけしからんってみんなで世界で言おうぜって言ってるのに、サウジアラビアと UAE は言ってません。そうですね、むしろどっちかっていうとロシア寄りです、うんうん、でさらにこれつい最近のニュースで明らかになったんですけど、先ほど出てきたね経済対象になっている12人のオルガルヒさんたちはですね、うん、暗号資産に変えて、うん、UAE に資金逃がしてたと、うん、ああそうですか、いうことも判明してます、UAE のもう政府がね、ジョブチに資産鳴らしたいじゃないかと、うんうんうん、いうことで UAE の不動産とかね、うん、なるほど、ドバイとかね買ってるってことね、うん、仲いいですね、うん、そうですか、制裁全くされてないとか、おいですね、だから、うん、なんか被害を受けるのは市民ばかり、そうそう、もう一般市民の方だけということなんですよ。まあ、他にも、まあ、これ先ほどちょっと言いましたけどね、うん、バイデン大統領はロシアからのエネルギー輸入禁止してロシアを経済制裁しますってね、うん、力強く言いましたけど、アメリカはそもそもシェール革命があって、トランプさん、前大統領トランプさんの時にも世界最大の産油国になってます、うん、だからロシアから輸入する必要なんて1ミリもありません。そうですね、口だけです、うん、だいたい遠いしね、そうそう、遠いからもともともそも買ってないしね、うんうん、まあ、アラスカはね近いけど、うん、アラスカとロシア近いけど、まあ本土は近い、遠いからね、うんうん、だからバイデンさんも口だけ言うただけです。さらにドイツとかが天然ガス買ってるのは理解できると思ってますから、うん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 、そこは攻めへんのかいなあ、理解できますよね、そこはドイツに対して勝ったらあかんがなって言うんかと思いきや、うん、理解できます、まあ、もちろんドイツの国民の方も大変なのからね、そうやね、あれなんですけども、うん、だからみんな本気で経済制裁する気ないってこと、自分たちが痛くなければ OK、 自分の国が痛くなければ OK ぐらいな、うん、
まあ、そしてもっと言えばですね、ロシアの中央銀行の外貨準備金っていうのはそのほぼ半分ゴールドになってます。金ゴールド、ね、あとロシアの年金福祉基金で備えてます。だからまあ万全ですね。さらに残り 50% 弱ぐらいは、もちろん外貨建て預金なんですけれども、うん、準備金なんでね、はい、そのうちもちろん人民元建てもありますが、うん、それを除い人民元を除いてこの半分金とかの半分 のさらに 65% が今凍結されてます。ほう。で経済制裁としてね、中央銀行の資産を凍結したのはよくやったとね、うん、思うかもしれませんが、これ先ほども出てきましたけど、これ文字通り凍結なんですよ。凍結っていうことはですね、これ永久じゃないんでいつか解除されるんですね、はい、あ、そうですね、うん、凍結っていうのは使えなくしてるってだけですから、うんうんうん、いつか使えるようになるでしょ。うまいね、うん、永久凍結はないからね。これね、本気の経済制裁するなら凍結じゃなくて差し押さえをするべきなんですよ。あ、なるほど。もう取っちゃう、うん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 、でもそうなるとこれは国際上ですね、正式な宣戦布告とみなされます。そうやね、うん、だから相手の方から取るから、うん、これそうなるとアメリカとロシア戦争になりますですね、まあ、第三次世界大戦です、うんうんうん、だから当然アメリカはそこまでやる気なんかさらさらございます、うん、ですね。だから凍結です、うん、凍結はいつか解除されます。はあ、なので凍結したすごいでしょって言ってますけど、これもミスリード。なるほど。お茶濁してるだけですね、うんうん、もう予言しときますよ、紙を予言しときますけど、うん、また何年か後とかに別の大問題が起きて、うん、世界中がそっちに、ね、みんな聞いとられてるうちに裏でしれっと凍結解除されると思う。なるほどなるほど。ていうかまあそんなもんじゃないですか。そんなもんですね、うん、当然バイデンさんロシアと直接戦うことを望んでおりません、うん、だってこの戦争始まる前あんだけ、ね、NATO 入れよ、あおっと、うんうん、NATO 入ったやん言うて、うん、いつでも味方したるぞと言うてた言うてた。でロシアが来たらいつでも行ったるでぐらいの雰囲気やったけど、うんうん、いざ来たら行かへんし第三次世界大戦になるから、うん、うちは行かってきます、うん、言って、うん、NATO ちゃうしウクライナってそうですね、いきなり言い出したからね、びっくりするよね。今まで NATO 入ったらいや仲間や友達やで、うん、言うてたのに、うん、お前グループちゃうやん言い出しましたからね、うんうんうん、すごいよね、うんうん、でプーチンさんもアメリカが来ないことは分かりきってるんで、はい、こういうことだったわけですけどね。なるほど。で中国も来ないということも、うん、もう、まあ、睡眠下で決まってたということなんで行ったということですね。そういうことです。ということで今回ウクライナ戦争の裏でアメリカの投資銀行2つと、まあ、中国の大企業たちがロシア国内でロシア企業の株を買いまくっており、うん、まあ、ボロ儲けしようとしているという超やば裏話でした。なるほど。冒頭でも、ね、そして何回も言ってきましたけど、戦争というのは戦争ビジネスって言われるくらいね、超絶に儲かるんですけども、うん、その儲かるのはお金持ちたちだけであり、うん、お金持ちがますますお金持ちになるだけで、一般人の方はで、ね、もう貧乏などころか命さえ奪われるということです。そうですよ。このような、ね、日本のマスコミなど一切報道しない。でも真実であることのような今回のような超やばい裏話を、ね、今後も少しでも多くの方に届けることで、まあ、一人でも多くの方がですね、戦争ビジネスっていう実態に気づいていただき、本当の意味での世界平和を実現するためにこれからも一生懸命伝えていきたいと思います、うん、では引き続きね、このコーナーでも最新情報をお届けしたいと思います、うん。あと冒頭で言ったようにですね、コロナに関連して もうこれと全く同じテンションでですね、超やばい裏話いっぱいあるんですけど、これはもう完全に YouTube で封印されてしまいましたので、言えなくなってしまいましたので、その情報を送りさせていただくため、前の方はぜひメルマガの方登録しておいてください。動画概要欄に貼っております。この動画ここまで見られてとまだ登録されておられない方はチャンネル登録もお願いします。高評価ボタンを押して応援もよろしくお願いします。動画概要欄にこの動画に関する詳しい説明を書いておきますので、復習のようにここまでぜひ一度見てみてください。Twitter、Instagram のリンクも貼っております。それではここまで見ていただきましてありがとうございました。じゃあちょっとだいぶ長くなったんですが、おまけでもちょっと言っとかなあるんですけども、はい、うん、実はもうアメリカとかのヘッジファンドはですね、ロシアの侵攻してたと、うん、まあ、これね、実際中国が、ロシアにですね、北京オリンピックの間は攻めといてって言ったっていうね、うん、話が、まあ、うまくおそらく知らないですけどニュースされて、うん、中国はそんなこと言ってないって言ってましたけど、うん、まあ、でもね、終わったタイミングですよね。終わった3日か4日ぐらいですよね。なんでまだパラリンピックこの間終わったところね、うん、つい先日だから被ってるよね、ほぼね、うん、でもアメリカのヘッジファンドもしてたっていう話です。え、知ってたの？これ、うん、グレッグ・コフィーさんって方が率いるヘッジファンド会社カーコスワールドアセットマネジメントはですね、うん、ロシアがウクライナへの侵攻を開始する数日前に、うん、ロシアの投資家の運用資金を返していたことが分かりました。うーん、ロシアの投資家に対して投資ヘッジファンドに出資してもらってるけど
戦争近いから返しとこうって言って、へコフィー氏はですね、ロシアが侵攻を始めた2月24日付の日付の書簡でですね、うん、まあ、ロシアの顧客にお金を返したと書いております。へ、ロシアに経済制裁が課される可能性があるんで、その前にファンドと投資家が被り得る影響を低減させるための予防策としてそうした措置を講じたと説明してますけど、数日前に、まあ、たまたまかもしれませんね。違う、まあ、そういう、つまりは、まあ、上の方の人たちはもうどっちも顧客も知ってたし、その会社も知ってたし、じゃあ返しとくよ、返しといてよ、返しとくわっていう話でしょ。はい、結構なことですよね。ヘッジファンドとしてもそんな資金凍結されたロシアの、ね、お客様ってややこしいから、ややこしいわ、さっきも返しとこう。たまたま3日ぐらい前の話です。たまたま3日前だっただけかもしれませんよ。降りてきたインステーションやばい、インステーションでやったかもしれないですから、そんなこと分かんないですから、すごい資金動かせない。それにしてはでもこの人優秀でですね、うん、今年2月までの2ヶ月のリターン 9%、うん、年去年はリターン23、去年のリターン 23% ということ、すごヘッジファンドでこの数字はめちゃくちゃすごいですね、うん、だから俺できたんじゃないですか、かもしれないね。もうスーパートレーダーの勘でこれはロシアの人には返しとこうっつって他にもですね、エド・アイスラーさんという方が率いるヘッジファンド、アイスラーキャピタルも同じく戦争前に返しております。まあ、こんな例がこれからもいっぱい出てくると思うんですけど、なるほど、明らかになってくるんやね。みんなね、インスピレーション豊かな人たちなんですよ。うまいね、すごいね。なんでね、アメリカ、まあ、イギリスとかのヘッジファンドが侵攻の情報を直前に知ってたんかなっていう、うんうんうん、まあインスピレーションですよね、ゆうちゃんの言うとおり。何でも疑うのはよくない。ほんまや、何でも陰謀に結びつけてよくない。よくない、投資家のインスピレーションでした。インスピレーション、本当にというわけで、これからも口座裏話を含めてね、ロシアとウクライナの最新情報もお伝えしていきますので、引き続き応援お願いいたします。まだまだチャンネル登録と高評価ボタンで応援をお願いいたします。